確かこの辺に。あった。この雑誌この雑誌。今度の仕事で役に立ちそうなんだよね。えっへへ。だね。付き合ってくれてありがとう。え？何？何？あ、うん。平気。ちょっと驚いただけだから。わかった。スマホどこだっけな。これで少しは明るく。あ、充電が。そうだ、カーテン。おカーテン開けたら結構明るかったし。そう、今日満月だから。ほら、見て見て。でしょ？マジ、月に感謝って感じ。プロデューサーいいね。うちもやろ。好き。サンキュー。助かった。今年の十五夜は超いい団子をお供えするね。やっぱすごい大きいやつ。うちんち毎年みんなでお月見するんだ。団子もそん時作ってるから、今年は超大きいの作る。プロデューサーにはできたの分けてあげるね。そうかな。例えばどんな？あ、ちょ、ストップストップ。いや、いいんだけどさ、ここまでガーッと来られるとそのとにかく今日はもうお腹いっぱい。うちも食べる。けどさ、なんで月見って団子なんだろうね。丸いから？やった、当たってた。そういえば米粉使って作ってたかも。知らないうちに月パワーもらってたんだね。あ、うちこれわかる。太陽が月を照らしてるからだよね。へへー。次も楽しみね。
昔習ったのをたまたま覚えてただけだって。それまでは月って自分で光ってると思ってたから驚いたけどね。けどさ、月と太陽の関係ってうちらみたいだよね。一人じゃダメっていうところとかさ。そうじゃないよ。うちは月。プロデューサーがいてくれなきゃうち輝けないしょ。だから太陽はプロデューサーなの。そこまで言ってくれちゃう？サンキュープロデューサー。けどやっぱりうちは月がいいかな。ファンのみんなが見るうちってさ、クールキャラじゃん。それって月っぽいじゃん。てかそれがふさわしいって言われるようになりたい。ならなくちゃ。うちの輝き強まっちゃう？来てるよ、プロデューサーのエネルギー超来てる。受け取った。プロデューサーのおかげで今のメイちゃんは最強。どんな難しい仕事でもかかってこいって感じ。クイズ見てちょっとサボっちゃった感じ。じゃあうちはランニングしてくるわ。プロデューサーに負けないように。だからさ、後でどんくらい仕事できたか教えて。うちの走った距離と勝負しよう。プロデューサーには負けないぞ。うちここずっと来たかったんだよね。でも人気すぎて全然予約取れなくてさ。いい仕事見つけてくれて本当ありがとね。超楽しむぞ。あ、プロデューサー、あれが。プロデューサー、どうしたの？全然オッケーだし。それよりさ、見せて見せて。これうちだよね。プロデューサーが撮ったやつじゃダメな？プロデューサー、その写真後で送って。本番でもそれ再現できるように頑張るから。よっしゃ。けどこのランプ全部本物の竹なんだよね。うちんちの近くにも竹超生えてるとこあるんだけどさ、
もうやばいわっさわさなの。あ、いや、ちょっと違うな。ガッサガッサ、ボサボサ、わっさ。そう、それ超勢いがすごい感じ。同じだけでも全然違うんだね。確かに。そういやさ、プロデューサーのギャップってなんだろう。あ、仕事はできるけど実は結構おっちょこちょいなとこ。この前コーヒーが熱すぎてむせてたりしてたじゃん。プロデューサー、そういうとこあるよね。バッチリ。いいじゃん。うちはプロデューサーのちょっと抜けてるとこ好きだよ。最近雨ばっかだよね。うちも母さんが超困ってる。でもさ、うちは月見れなくなるのがね。でしょ？マジ月に感謝って感じ。うちは月。どうしたん？お、てるてる坊主。ちっちゃい頃よくやったな。うちも作りたい。サンキュー。それじゃ早速作ろう。これで晴れるといいけどな。あれ？プロデューサー顔描かないの？そうなの？マジか。いい感じのできたんだけどな。ほら。いいの？サンキュー。じゃ、今回はそうしちゃおう。思いを込めて丁寧に。それなら。秘密アイテムの登場。筆ペンだ。こうするんだ。どうこれ。晴れてね。リクエストをどうぞ。切実だもんね。お任せあれ。ん？何が？わかん
の？てるてる坊主だって一生懸命なのに。せいぜい、まあくらいでいいよね。いい感じに吊るせたじゃん。よろしくね、てるてるくん。あれ？プロデューサー？どうしたん？こんなところで。休憩とか？じゃないよね。え、うちを送ってくれた後？それからずっとここにいる感じ？あちゃー、そりゃ災難だったね。すぐ来る？そんなに？やばくない？ああ、じゃあその間、うち来る？こんな暗いとこで待つの嫌っしょ？ああ、もしかして疲れてるから歩くのきつい？だったら、うちの自転車乗っていいよ。ああ、そっか。じゃあ、業者の人来るまで、うちと食べろ？いいっていいって、うちそんな遠くないから。母さんへ、プロデューサーと食べてくから、少し遅くなる。メッセなら送ったから、ほら。でね、最近弟の学校でなぜかしりとりが流行ってるらしくてさ。そうそう、それでうちにもよく勝負仕掛けてくるんだけど、何言ってもリでばっか返してきて超意地悪じゃない？あー、言ったな。じゃあプロデューサー、うちとしりとりしよう。それじゃねー、てるてる坊主ね。あそこまで効果あるなんてびっくりしたし、雨降ったらまた作ろう。あー、盾もいい？竹ランプねえ、今度はお仕事じゃなくて普通に行ってみたいし。そんなことある？じゃ、そういうことにしとこ。